木の戸屋は札幌市東区に本社のある製菓メーカー。日本国内初となるケーキの宅配サービス開始をケーキに1店舗の売り上げが日本一になるなど一気に顧客を獲得していった。北海道産の原料を活用した洋菓子を製造・販売している。また環境問題や社会貢献に対しても積極的に取り組んでいる。名称は 創業者で代表取締役会長の長沼昭夫の岐阜の出身地である新潟県北神原郡中城町におつ宝寺という寺があり、お寺とも呼ばれていた。おつまんじゅうという酒まんじゅうを作っている酒屋があり、創業から250年続いていることやお菓子とのつながりもあるので縁起が良い名前であると思い、岐阜の提案もあって、ひらがなで木のとやとした。また、 オツという文字には、コーズ兵でいう2番目、女性的、オシャレという意味があり、洋菓子やケーキの店にぴったりだと思ったこと、2番目とは、常に上を目指して謙虚に努力することであり、もっと美味しいお菓子や高品質のサービスを提供していくという思いを込めている。焼きたてチーズタルト、デコレーションケーキを主力としているほか、北海道大学と提携して、ミルククッキー、 札幌農学校を販売し、売り上げの一部を北大に寄付している。木の戸屋創業は、金融会社を営んでいた長沼昭夫の岐阜が、現在の白石本店がある、白石区南郷通りにビルを建て、1階のテナントを探していたことが、きっかけとなった。岐阜はお菓子屋に入居してもらいたいのだがなかなか決まらずに、困っており、だったら自分でやってみようと思って、創業を決意した。 当初は喫茶店として営業しており、ケーキは仕入れることで対応しようと思ったたが、どこも売ってくれず、知り合いのケーキ屋に頼み込んでようやく仕入れることができたものの、仕入れたケーキは思うように売れなかったため、職人を探してケーキの自社製造を始めた。また当初はパンも取り扱っていたものの半年ほどで撤退している。ありがとうございます。